どうも。ご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。この動画は歴史に興味を持ったアップ主が勉強したことを、みんなと共有したいがための動画です。歴史に詳しくないあなたは一緒に勉強していきましょう。歴史に詳しいあなたはバシバシ教えてね。新しい見解は大歓迎でございます。いつもありがとな。アップ主の勉強を応援しても良いという方は、画面右下の高評価ボタンをよろしくお願いします。さて、いよいよ年末も近くなってきましたが、皆様どうお過ごしでしょうか？いつもなら月曜日は偉人の紹介をしているけれど、今回は年内の予定を踏まえて、先週の続き、明治維新と里犬の絶滅をするわよ。前回には亀が登場したんだったよな。そうね。明治という時代は日本が近代化を進めた時代。とにかく西洋のものを取り込んで、西洋に追いつかなければならないという焦りがあったわ。そしてそれは犬ですら西洋の方が良いとされたの。その結果猟犬を飼うことがステータスだったわけだな。江戸までは、猟犬はほとんどいないし、そもそも犬を飼うという習慣すらなかったから、猟犬を飼うというのは日本の近代化そのものだったのね。なるほどな。では今回の参考文献も先週に続き、犬たちの明治維新、墓地の誕生からね。いよいよ絶滅しちゃうのか。まああまり明るい話にはならないけれど、目をそらしてはいけない大切なことよ。そうだな、これも本当にあったことなんだから。今回は本編にも関わる、良いご質問をいただいたから、先週にいただいた、二つの質問にお答えさせていただくわね。はいはい。ではまず一つ目。江戸時代の猫はどうだったんですか？それは気になるぞ。実は今回の参考文献でも、少しだけ猫について触れられているの。おお、なんて書いてあるんだ？江戸時代の猫というのは、すぐに化けたり祟ったりするのよ。なんだ？化けるってどういうことだぞ？つまり、お話に猫が登場することはあれど、脚色がすごくって、歴史的な資料となるものが少ないそうなの。あらら。まだまだ研究が足りていない分野ということね。今後に期待だな。では次は本編に関係する質問よ。野犬と野良犬ってどう違うんですか？確かにどう違うんだ。この質問にも今回の参考文献は答えてくれているわ。まず先週も言ったけれど、里犬という言葉が出てくるのが1603年のこと。日報辞書という、日本語をポルトガル語に訳した辞書に出てくるのが最初とされているの。そうだったな。次に出てくるのが野良犬。これは江戸中期頃が初めとされているわ。ほほう。でも野良犬って聞いてどんな犬をイメージするかしら？そりゃ飼い主がいなくって、その辺をうろついている犬だろう。それが違うのよ。野良犬の意味が違うのか？そうなの。江戸中期に初めて野良犬という言葉が使われた時は、人を噛んだり吠えたり、とにかく悪さばかりする犬のことを野良犬と言ったわ。そういえば基本、犬には飼い主がいなかったと言っていたっけ？飼い主はいないし、街中に普通に寝そべっているから、大抵の犬は温厚なのだけれど、中には悪さをする犬もいたのね。そんな悪さばかりする犬のことを野良犬と呼んだのよ。ははぁ。じゃあ、なんで今は、飼い主がいない犬、みたいな意味になっているんだ？それは明治時代になってからのお話。今回メインで紹介する、明治6年の4月に定められた畜犬規則以降、この畜犬規則によって、日本で初めて、野犬と飼い犬に分けられたの。ふむふむ。この時の野犬の意味は、飼い主のいない犬という意味よ。どちらかというと、野犬が野良犬のイメージに近いんだな。その後に野犬と野良犬という言葉は、その意味が混ざっていっちゃったのね。そうだったのか。だから今では、野犬と野良犬という言葉は、同じような意味になっちゃっているけれど、もともとは野良犬、悪さばかりする犬、野犬、飼い主のいない犬という意味だったのね。なるほどな。いい質問をありがとうございました。面白かったぞ。では今日の本題、里犬が絶滅するまでに入るわね。いよいよか。江戸時代までは、里犬は人間の隣人とも言うべき存在だったわ。人間からちょっとした餌をもらう代わりに、子供の遊び相手をしたり、不審者がいたら吠えたり、という警備員のような役割をしていたの。犬と共存できていたわけだ。
その共存関係を壊したのが、さっきちらっと言った、明治6年、1873年に出た畜犬規則という規則ね。この規則は、それまでの里犬を、飼い犬と野犬に分類し、野犬であれば処分するという、信じられないような規則だったわ。処分って、ほとんどは見つけ次第撲殺されたというわね。ふざけんじゃねえぞ。今回はあんたの言う通りかもしれないわ。あまりに身勝手、それ以外に言いようがないからね。なんでだ？なんでそんな無茶苦茶したんだ？共存できていたんじゃないのか？それには、明治政府の本音と建前があったというわ。なんだと？そうね、じゃあまずは、建前から行きましょうか。建前。もういきなり言っちゃうけど、それは狂犬病なの。狂犬病というのは恐ろしい病気よ。現代ですら、発症してしまったらほぼ確実に亡くなってしまうわ。そんなになのか。発症するまでにワクチンを打てれば大丈夫だけれど、それは現代のお話。江戸時代ではそんなワクチンなんかないから、ほぼ 100% 亡くなってしまう恐ろしい病気ね。おう。感染方法も、狂犬病にかかっている犬に噛まれたらうつるというものだったの。でも噛まれることなんてそうそうないんじゃないのか？いえ、狂犬病はその名の通りで、この病気にかかると温厚な犬も凶暴になってしまう。だからかなり危険な病気だったのね。うわ？そして実は、狂犬病を日本に持ち込んだ人というのがいてるのを知っているかしら？そいつが元凶か。いえいえ、たまたまその人が持ち込んだというだけで、遅かれ早かれだったとは思うけれどね。それで日本に狂犬病を持ち込んだ人は、この人よ。こいつかい。うちのチャンネルではよく出てくる八代将軍吉宗さん。砂糖の国産化やら、さつまいもの普及やらと、プラスの面での活躍を紹介してきたけれど、今回はマイナス面でのご紹介。たまたまこの人の時代に入ってきたとか？残念ながら違うわ。この吉宗さん、趣味が鷹狩りだったのね。ほほう。その趣味の鷹狩りを楽しむために、享保3年、1718年にオランダから猟犬2頭を購入。その猟犬はとても素晴らしく、吉宗さんは大層気に入ったわ。そして追加でどんどんと猟犬を購入したの。それで享保17年、さっきから13年後のこと、長崎において、日本で初めて狂犬病が見つかってしまう。その後、長崎から九州へ、さらに八国、近畿へと広まってしまったわ。広まる前に止められなかったのか？完全に未知の病気よ。さらに最初はハシカだと思われていたわ。狂犬病にかかった犬を、ハシカ犬と呼んだりしたの。そんな未知の病気を止める術はなかったのね。うわ？福岡県史、万年大長記によると、ハシカ犬、人間また波牛馬に食いつき申し候えば、その人間、牛馬、死に申し候。さらに当時のなけなしの治療法としては、狂犬に噛まれたら傷口の血を吸い出す。針を刺し、噛まれた部分の血を抜き取る程度の、治療とも呼べないようなもの。当然そんなのじゃ治らないわな。ここで話を戻すけれど、この恐ろしい狂犬病の対策として、畜犬規則が定められたというわけね。なるほど。でもあれ、最初に建前と言ってなかったか？そう、狂犬病は確かに恐ろしい病気だけれど、明治初頭には流行っているというほどの数ではなかったというわ。狂犬病の実例があるのは明治26年。明治26年に長崎で狂犬病の発症記録があるの。でもそれは、すでに畜犬規則が出た後のことだから、追い打ちにはなるけれど原因ではないということね。なるほど。だから狂犬病は建前。じゃあ本音は？それは日本の近代化に邪魔だったからね。はぁ？日本と違って西洋では、管理されていない犬というのはいなかったわ。なんとしてでも西洋化を進めたい明治政府はそれが許せなかった。なんて勝手な。線路を引き、蒸気機関車を走らせるのにも犬は邪魔だし。さらに、やっぱり糞害とかはどうしても出るからね。街をより衛生的にするため、里犬は邪魔だったの。いち早く開国した横浜では、西洋人が野犬対策を叫んでいたという記録も残っているわ。それにしたって。そんな勝手な理由で里犬たちは処分されていったというわけね。ぶわ。さて、今回は暗いお話だったけれど、
実は里犬は、まだ絶滅とまではいかないわ。お？大きく数を減らしたのは間違いないけれど、完全にいなくなるとまではさすがにいかないの。じゃあ生き残っている里犬がいるということか？その里犬の血を受け継いでいる犬はいるかもしれないわね。どういうことだ？地区圏規則によって大きく数を減らした里犬、それが完全にいなくなってしまったのは、猟犬を飼う文化が日本に根付いたからなの。ほほう？猟犬を飼うことがステータスだと最初の方で言ったけれど、飼っている猟犬であっても放し飼いにされていたわ。そのため残っていた里犬と猟犬が勝手に交配しちゃって、純粋な里犬というのは日本からいなくなった。これが里犬の絶滅というわけね。最後は交配でいなくなっていったということか。誰かに殺されたとかでなくって、ちょっとほっとしたぞ。でも勝手な理由で多くの里犬たちが処分されたのは事実。この事実は重く受け止めなければならないわね。そうだな。それでは今回の動画が面白いと思っていただけた方は、動画を作る励みになりますので、高評価チャンネル登録お願いします。よろしくだぞ。では次回更新予定の金曜日にまたお会いしましょう。さよならー。またなー。